ねえねえ、なおさん、山チャンネル。今日のゲストはジコサンデーです。時々動画に出ている知ってる方もいてると思いますが、ジーコロサンデーです。ジーコロサンデーとは山ちゃんつながりのお友達なんで、そこでちょうど遊んでる時にこの企画を思い立ったから、メイクって出たけど、そのメイクからジーコロサンデーが出演するっていうことが急に決まって、ジーコロサンデーに私がメイクしてもらうっていうことの企画が進んだんですよね。はい。で、最初受けた時どうでした？楽しいな、楽しそうやなとは思いました。で、メイクって初めてなんですよね。初めて。お姉さんがいてるって聞いたんですけど、はい、お姉さんのメイクを触ったこととかはないんですか？触ったことはなくて、ちらっと見たことはあります。じゃあもう今回初めて触るし、はい、何もかもが初めて。どこに何が使うとかってわかる？全然わかんない。どうでした？一回やってみて。やってみてめちゃくちゃ楽しかった。おお、メイク道具とかって初めてで。もう何がどこに使うかも全く分からなくて、とりあえずこうかなって感じで乗りました。まあちょっと面白いことにもなってるんで、最後まで動画見てもらったらいいと思います。ちょっと私も今日。メイク始めますね。お願いします。ではファンデーション塗っていきますね。目はどうしたらいいですか？閉じといてください。はい、塗ります。では次にアイシャドウを塗っていきます。はいはい、目つぶってた方がいいですか？はい、はい、はい、まつげをやっていきたいと思います。はい、まつげ、はい、まつげ目つぶって、はい、もう目開けていいんですか？はい、はい、次はアイブロウを、はい、していくんですね。はい、はい、じゃあ目つぶってます。はい、お願いします。してます。はい、では次に保湿をしていきたいと思います。はい、じゃあ塗りますね。はい、保湿。以上やと思います。はい、これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。感想は微妙です。あ、なんかすごい素肌感が綺麗なナチュラルのメイクって感じですけど、まあちょっとね、それだったらちょっとやり足りないということで、私が手直ししていきたいと思います。はい、出来上がりました。これは鏡見ていいですか？いいですよ。でかい。まつげ長。これはこれでおでこ光ってるし、可愛くない？可愛いではないのでしょうか。完成。以上で山ちゃんのメイクを終わります。ありがとう。
とうございました。